こんにちは、こんばんは、堀越カップです。今回はちょっと久しぶりにジャンクの本体を買ってきたので、ちょっとお見せしたいなと思って、こちら、まずこちらの税込み2000円の U3DS LL です。税込み5500円のスイッチ本体のみ、コントローラーなどはついていなくって、完全にこちらの本体のみになります。安かったので買ってみたんですけど、ジャンクなので果たして動くのかどうなのか、まずこちらの U3DS の方から見ていきたいと思います。こちらのシリアルナンバーは取れているんですね。状態は結構傷も多めで汚れている感じですかね。とりあえず開けてみてみるとこんな感じですね。こちらは保護シールなどは貼ってありますね。こちらのスライドパッドのスポンジが取れてるのと、こちらもちょっとボタンにダメージがちょっとある感じですかね。他のボタンを押してる感じでは問題なさそうなんですけど、ちょっと電源の方を入れてみますね。はい、今ちょっと充電の方を挿してみました。ちょっと電池の方が全くなかったようなので、今ちょっと充電して待っている状態です。あ、つきましたね。初期設定の状態になっているので、このままちょっと設定していきたいと思います。今設定中です。 3D 機能なども問題ないようです。ちょっとサクサクっと設定していきますね。設定も終わってこんな状態です。問題なく起動するようですね。ちょっとボタンなども見てみます。ボタン操作も特に問題なくできました。 LR もよく壊れてるのが多いんですけど、ちゃんと動作してますね。あとはちょっとソフトも動くかどうか試してみますね。今回はこちらを使って試してみたいと思います。はい、ちゃんと読み込みをしましたね。あ、ちゃんと動いてますね。音も問題なくです。こちらは当たりの本体でしたね。これで2000円だったら安いんじゃないでしょうか。で、次は問題のスイッチの方に行きたいと思います。では次はこちらのスイッチの方も動作確認してみましょう。まずは電源ボタンですね。あ、ちゃんとつきました。で、こちらはコントローラーがないので、家にあるコントローラーを代用したいと思います。あ、ちゃんと動きました。設定画面ですね。設定も無事終わりました。特に今のところ問題はなさそうですね。タッチパネルなどもちゃんと反応してますね。で、次はソフトがちゃんと読み込むかどうか、今回はこちらのピクミンを入れてみたいと思います。ではソフト入れてみます。出して、あ、ちゃんと出てきましたね。出して読み込むのでしょうか。あ、ちゃんと読み込みました。こちらはジャンクでしたけど問題ない本体だったみたいですね。一応ネットもちゃんとつながりましたし、タッチパネルも問題ないですし、どういったジャンク理由なのかわかりませんが、おそらくこちらの裏の状態が悪かったりとかだからですかね。こちらの、なんて言うんだろう、棒もちゃんとついてますし、あ、メモリーカードは入ってるんですかね。あ、メモリーカードは入ってないですね。たまに本体を買ったらメモリーカードが入ってることはあるんですけど、今回はなかったですね。こちらは安く買えたので、今使ってるスイッチが壊れた時用の予備に置いておけますね。はい、というわけで今回は古本市場で買ってきたジャンクの New 3DS LL とジャンクの
スイッチ本体のみでした。こちらのニュース 3DS の方は購入して1年以上経っていて、ちょっとレシートなどは見当たらなかったので出せないんですけど、スイッチの方はこちら結構最近に買ってるので、ちゃんとレシートも取ってあり、5500円での購入でしたね。どちらもお買い得だったなぁと思います。次回なんですけど、とあるお店でこちら、なんとこちらに見えてるソフトが3本ごとで半額のセールをやっていて、ちょうどそちらのお店は30周年記念ということでこういったセールをしていたのかなと思うんですけど、最新のプレイステ4とちょっと古いプレイステ2と、もうレトロになるんでしょうか、 PS1、 こちらを半額で買ってきました。また次回はこちらをご紹介したいと思うので、よかったら楽しみにお待ちください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今後もゲームの購入品紹介や福袋開封、そしてライブ配信もレトロから最新まで幅広くしているので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。よろしかったらチャンネル登録と高評価低評価でもいいので、動画の評価も一緒にしていただけたら嬉しいです。それではまた、森越カップでした。バイバーイ。